3月31日はグレゴリオ歴で年始から90日目にあたり、年末まであと275日ある。3月の最終日、日本では前年4月始まりの年度最終日とされている。4月入学の学校で3月中に卒業を迎えた者はこの日をもって学籍が抹消される。それ以外の在籍生と学生は翌日から新級となる。 当日を事業年度の末日とし、決算日としている企業が多く、商業系施設、店舗や各種サービスを廃止する際の最終営業日、提供日とされている事例が多い。3月31日が続する週の最初の月曜日にテレビ局やラジオ局の番組改編が組まれていることが多い。ナポレオン戦争の終結。画像はパリに入場する。 ロシア軍日米は新条約締結パリのエッフェル島が完成イギリスの戦艦プリンスオブウェールズ収益比盟山延暦寺の総本堂根本中堂が国宝となる大阪市電廃止政令指定都市発であった画像は広島に移籍した大阪市電電車ウェブブラウザモジラのソースコードが公開される東海発電所の営業停止日本発の原子炉解体となった スさん噴火三読は、廃墟となった、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開園神戸ポートピアランド、平円宝剣竹と戦場時期カール2021年、島マリンランドが、老朽化に伴い営業終了コンスタンティヌス町の、創始者、コンスタンティウス・クロルス誕生。我思う、ゆえに、我がりの哲学者、近代哲学の父、ルネ・デカルト誕生古典派を代表する、作曲家、 フランツ・ヨーゼフ・ハイドン。公共局第101番に長々、時計大きく、無脊椎動物の古生物学者、チャールズ・ウォルコット・ロシアの芸術プロデューサー、セルゲイ・ディア・ギレフ、モンパルナスの王子と呼ばれた画家ジュール・パスキン。画像は、昼食量子電磁力学に多大な貢献をした物理学者、浅長新一郎古典力学を確立した自然哲学者、アイザック・ニュートンボツ。 画像は、ウェストミンスター寺院にある墓風景画家、ジョン・コンスタブル・ボツ。画像は、ビビン・ホッパーク・ブロンテ姉妹の長子、作家シャーロット・ブロンテ・ボツ。代表作は、ジェーン・エア・マルタの解放記念日。ありがとうございます。